もし5日後に死ぬとしたら、あなたは何をしますか？サニッチです。ためになるならなるです。はい、ということでですね、今回は勇者シスアゲインというゲームをやっていきます。アゲイン、アゲインだから勇者は死んでもう一度死ぬ的な感じよね。はい。プレスエニーボタン、あ、押してねってすごい意味でありげだったから、ね、なんかボタン押してねってだけだった、ね、じゃあちょっと行きましょう。あ、初めからだね。勇者シス、いい声、めっちゃイケボー。私の声が聞こえますか？まさかの声入りなんだけど。声入り、ちょっとね、説明せんのままちょっと始まっちゃったんですけど、このゲームを簡単に説明すると、なんか私たちもね、あの説明しか読んでないんですけど、うん、主人公である勇者が死んじゃって、でその後5日間だけね、命を与えられると、うん、でその5日間で自分がなんか救った世界のその後が5日間だけ見れて、その時に何をするかが試されるゲームらしいです。あ、天使が可愛いんだけど。目を覚ましてくださいませ、勇者様。すごい言ってくれる、なに素敵ユリアさんって言うんだねあ、すごい音楽も素敵。あ、勇者かっこよ。俺が勇者。あ、もう記憶ないの？まさか、そんな声良い、な、何も思い出せない。大丈夫ですよ、少しずつ思い出しましょう。まず、あ、聞こえなかった押しちゃった。あ、名前変えられるんだ。オッケー、はい。そう、あなたの名前は魔王ギールを倒し、ロビリア国を救った勇者です。魔王はギールって名前で、ロビリア国っていう国なんだ、ここは。はい。さあ次は、魔王城であなたがギールを撃ったあの日のことを思い出してください。倒したんだね。怖いんだけど、転生したみたいな感じするわ。魔王城ギール。お、思い出した。ああ、そうだ、俺は仲間と一緒に魔王城に乗り込んだんだ。うん、かっこいいじゃん。あ、仲間もいたの？あらあらあ、これ思い出した。あー、こういうことがあったのね。あ、結構仲間いるよ。とうとうここまで来たぜ。あ、強い。でもなんか強気なやつでしょ。魔王ギールはこの階段の上だ。すげえ威張るじゃん。奴を倒せば、パーティーには必ず一人いるいるいる。英雄？ああ、そうだ。この人正義感強いよね。俺たちの手で必ずこの戦乱にピリオドを打とう。かっこいい。勇者よ、案ずるな。おー、魔王にさらわれた貴様の恋人はきっと無事だ。ちょっとドエスな感じね。さあ、行こう。貴様の恋人、え、恋人、恋人が囚われてるの？そうだったの？イッチーの恋人が大変だ。え、その時、え、ここ読まないんだね。その時扉の奥から不気味な笑い声が響いた。あー、これは魔王かな。勇者よ。あ、イッチじゃないの。お前の愛しい人は教えてくれた。まだ生きている。あー、やばい。うわー、女の命を救いたくば、ここから先は一人で来い。くそ、なんだ、急におじいちゃんだったおじいちゃんだった、仙人みたいな感じだな。何このひげは。魔法使いみたいな感じだから。みんな、すまない。お、俺一人で行かせてくれ。かっこいい。なんだと、お前正気か。あるあるある、いいよこれ、かっこいい。いざとなったら差し違えてでも魔王ギールは必ず俺が倒す。だから俺を行かせてくれ。前振りじゃん、盛大な、ね、盛大な。いやー、これ死んじゃうやつじゃん。フラグがそう。やだやだ愚かな、一人の女のために何万もの人命を危険にさらすのか。確かに。しかし、そのなるね、好きかよ好きなんじゃない、好きだねお勇者のこと。勝手にしろ。だがお前がやられた時は
俺が魔王を倒して英雄になるぞ。いや、こいつも好きよ、多分。こいつも好きよね、めっちゃ好きよね。おじいちゃんは来た、あなたみのアルテマとマーナの神が坊ちゃんを守ってくれますよ。羊みたいな、確かに確かに。坊ちゃん、よし、トーマス、ありがとう、みんな。おー、あー、頑張れ頑張れ。みんな助けに来なかったんかな。さすがに一人だったか。来た来た、魔王なんか燃えてる。彼女はどこだ。彼女っていうの分かんないけど、多分そういう意味じゃないと思うんだけど、なんかそう、恋人って聞いたから。彼女はどこだ、俺の彼女はどこだみたいに聞こえる。俺に勝てたなら返してやろう。なんで囚われてんだよ。さあ、かかってくるがいい。境界線綺麗。本当だ、境界線。よし、怖いね。あ、私なく続くかと思われた。結構いい勝負だったんだ。だがついに決着の時が来た。あ、こういう要素もあんの。急に RPG 要素がさ、死ぬよねきっと。戦闘中は以下の5つのコマンドで行動します。攻撃、防御、魔法、道具、逃走。逃げることもできるの、どういうこと。なんで、なんか逃げることもできる。じゃあどうやって。まあ攻撃じゃない、普通に。あ、でも勇者だもん。とりあえず攻撃します。じゃあ攻撃トゲ、多分こういう子しかいないわ。他に隠れとんか。ネクスト向こうか。防御、防御。やばいやばいやばい、でかねえ。ずるいずるい。あ、でも防御できたみたいだよ。おー、突然の花粉。やばい、花粉が勇者の勇者の花粉症だった。よし、決着をつけるためには究極魔法ダイヴォーラを使うしかなさそうだ。おお、ちょっと魔法使わせようとしてくる。なるほどね。前振り感が強い。じゃあ魔法。あ、だいぶ。あ、一応 MP は消費するんだ。なんだ。いきます。花粉症に勝つ。この人花粉症なんだ。おお、すごいすごいすごい。あれ、思い出せるのはここまで。あれ、あー、そっか。それでこの後俺はどうなったんだ。あなたはその言葉通りギールを打ち果たしました。代償。でもその代償に勇者様はなんでなんで命を落とされてしまった。体力消費しちゃったからじゃん。なるほど、まあ、確かにそういうね、あるよね。はいはい。ああ、そういうことか。命をすり減らしてまでみんなも思ったんや。ここは天国かい。いいえ、違いますよ。よく周りをご覧ください。おい、ここはだけど確かにガチレスすな。あ、町だ。勇者様、首都グランダムの風景は覚えていらっしゃいますね。はいはい、あなたの勇気に免じて神様が特別に5日間だけ再び命を授けてくださいました。すごい、これがアゲインの部分じゃない。あの日以来、行方不明のままの恋人を探すのも、救った町を巡るのもあなたの知恵です。はいはいはい。ただし、あなたの体力は刻々と衰えていきます。それだけ注意してください。5日間あるからね。あ、そうそう、あなたの命が尽きるまではこの地に夜は訪れません。何それ、素敵。わずかな時間を有効に使えるよう神様がご配慮くださったのです。神が最高すぎる。今は月曜ですから、土曜の同じ時間にお迎えに上がります。やっぱ天使なんだこの人。では悔いなき5日間を。わーお、おー、飛んだ。おい、嘘だろ。ちょっと待ってくれよ天使さん。急に元気なの。何びっくりした。そうか、俺は死んだのかって感じだ。テンションのランクさんも、まあ、確かに死んだと思ってから急に命当てられたらびっくりするよね。びっくりするね。あ、来た誰か。あ、G、 あ、トーマスと、よく覚えてるね。
てかマジでこうなってんだね。ねえヒゲ坊ちゃん、お帰りなさい。何、普通に受け止めてくれる。どういうこと。あ、死んだと思ってないのかな。どういうこと。ああ、ジーか。ジーって呼ぶんだ。なんだか妙なことになったらしい。ちゃんとジーって呼ぶ。そのようですな。あ、分かってんので、神様にいただいた5日の余命をどうなさるおつもり。物分かりいいね、じいちゃん。なんかさ、もっと死んで生き返ったらはぁってなんないかな、ね、なんかどうぞ、ね、お無事でみたいな。なんださらおつもりだよとか。なるほど、まあまあ展開が早めね。おっちゃんのことだ。あの天使が言うように、行方知れずのいい人を探しろでしょうな。いい人、そういう人、変態みたいなね。あ、もちろんだと思う。だってと言いたいところだけど、一度死んだショックかな。彼女のことが思い出せないんだ。マジ世界中の誰より愛していた。ねえ、急にそれは強烈に覚えた。すごい、さっきのかっこいいがどこ行ったよ。そうか。なあ、ガキの頃から俺の面倒を見てきたジーナ。あ、ジーナ何か覚えてるんじゃないか。すみません、坊ちゃん。わしも年のせいか、このところ物忘れが激しくて。そうなんか。でも大丈夫、各地を旅すればきっと思い出せます。もちろんわしもお供しますぞ。来てくれるって。お、仲間に加わった。このグランダムを離れる前に、王様と王女様に辞去のご挨拶をされてはどうですかな。ここまでは展開決まってる。あ、こっからだ。決定、話す、キャンセル。なるほどね。すごい。あ、改めてこの王都グランダムを見ると、他の町の何倍も大きく、生活も豊かだと感じますな。聞こう。よろしく。わしはこの町にいると、国の東で大勢の人が死んだのが時々嘘に思えるのですよ。わしも坊ちゃんも確かにあのひどい有様を目にしたし、魔物とも必死で戦った。だけど勝者は誰だったのか、この町の繁栄を見るとわからなくなるのですよ。年寄りの愚痴です。忘れてください。めっちゃ大事そう。国の東はなんかダメになってるのかな。すごい。なんか綺麗。何これ、武器庫みたいな。なんかおしゃれとかできたりするんじゃない。そうだね。話せる子が、あ、この子話せる。お、ナンマカの町にはマーナ教会の立派な大聖堂があったの。でも魔物に焼かれてしまったの。そうなんだ。それで大聖堂を建て直すためにサラさんというシスターが一人で頑張ってるんだって。へえ、サラさん。サラさん、どれ、サラさん、シスター、違う、これん、森人というアジン種とトゥーソンの貧乏人たちが小競り合いを始めたそうですよ。ついこの間まで協力して大物と戦ってきたのに、王さんも頭が痛いでしょうね。あー、そういうのがあるんだ。こうやってなんかいろんな町の声が聞けるんだね。この先は行けないの。行けない。あ、王宮、王宮出てきた。王宮っぽい。行きましょう。とりあえずね、あの人にご挨拶に行けるんだ。刻々と時間は過ぎていくわけだ。あー、なるほど。本当だったら王様になりたけ。へえ。あ、なんか話が。国を救った英雄の騒ぎはきっと多くの。もうやめてよ、急に。今度せっかく生きて帰ってたのにさ、騒ぎの話するなんて。なんなの、この人は。あ、いそう。あ、いるんじゃないこれは。あ、急にいたからびっくりしたよ。あ、確かにちょっとふっけって。でも結構ふくよかよ。ね、エドワード。お主が、いや、顔色悪いな。国中の者が魔王打倒で団結し、他人を思いやっておった。それがどうじゃ、今はみんながあれが欲しい、これは嫌だと口を開けば勝手な文句ばかり。まだ魔物はそこら中におる。なのに国中に問題は山積みじゃ。頭が痛いぞよ。待たれよ勇者。おおお、やった。魔王ギールを撃ったお主に褒美を取らせよ。やった、およかった、生きて。大体の王を何度も苦悩から救った究極の宝じゃぞ。これ彼女がいいな。釣り竿かい。釣り竿なの。
っとなんかさ、なんか宝石っぽいものなんかね、あん釣り竿を見た感じ、川とかもなかったけどね。唯一無二の品じゃ。何何、大切にするがよかろう。どういうこと？ありがとう。お主がフローラと結婚し、王になっていれば、フローラじゃない？フローラ。強い指導力で国を見。これ一生喋れるやんこれ。フローラって言ったよ。オッケーオッケー。フローラ探したいな。それか、あ、一回ろうか。それか王女様の名前かな。結婚だ、結婚してほしかった的な。戻るか。なんか、あ、王女の部屋。ちょっと、うわ、知ってそう、一番次女。あなたとフローラ様が結ばれるよ、全国民が祝福に違いません。みんな後悔してるじゃん。まあね。あ、何、可愛い猫耳みたいな。何この、え、萌え萌えじゃん。来た、でもフローラ会えた。私にはあなたをお慰めする言葉が見つかりません。いや、でも待って、これお彼女っぽくない。ないよね。これは第二の人生というか、国的にはこの人と結婚させたかったんだけどって感じじゃない？感じがするよね。あなたが救ったこの国の各地を巡り、ご自身の偉業を。いや、でもその時間ないよ。確かめてください。もしも何かお困りの時はすぐに私にご相談ください。お金を持ってそう。全力でご支援いたします。お金と権力はありそう。確かに。あ、終わり。あ、でも送り出してくれたから。ああ、じゃあまあまあここに。しかもね、行方不明って言ってたしね。うん、すごい、なんか部屋の中見せてくれる。女の子の部屋の中、見ちゃった。そっか。でも国的にはね、この人と結婚してほしかったんだね。なるほどね。いやでもこの人には、勇者には、そう、彼女がいるから。だよね。そっか。じゃあ次行きましょうか。あ、悩んでる人がいる。鉱物資源の大半はアナタミ鉱山で取れたものじゃ、うん、掘っているのはアジンシュのアナミン、なんて言うの、ね、アジンシュのなんか民何行動の中に集落があって、めったに外には出てこんらしい、うん、さっきなんか話あったよね、アジンシュがなんたらって、ね、喧嘩してるみたいな。待って、釣りできる、ま、そう、釣りしようぜ。え、釣りあるよ。ある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 。さっき釣り竿を待って、でも宝っぽかったけど、なんか伝説の釣り竿みたいな感じだった。これだ、プレゼント、これか。え、あ、釣り竿あるよね。うん、捨てやだよ。待って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 、どういうこと、どういうこと。あ、ここで使うやつないの。あー、そうみたいだね。あー、なるほどね。使える時に表示されるのかな。それか、なんか使うような釣り竿じゃないのかもしれない。あー、子供、あ、子供はキープ、これはあるよ。わー、インチン様だ。魔王を倒した勇者様だ。すげえかっこいいぜ。終わりかい。あ、ファンだった。うん、子供達の子供ね。ナンマカやトゥーソンの町では家族や勇者の人も多いそうです。やっぱ東がね、ちょっと行ってみたいよね。きっと勇者様の姿を見れば勇気が出ると思う。あ、元気が出ると思うから、ぜひ行ってあげてください。行きたいな。さっきのワールドマップから行けるんかな。え、なんか長くない？あ、戻ってきた？一周してるんだ。まあ、そういうことか。じゃあワールドマップから行きましょう。じゃあ行きましょうか。さっきワールドマップだったの。ワールド、ここから全世界各地に移動することができます。移動手段は徒歩のほかに魔法やアイテムの有効で、有料ながら馬車など、交通手段も利用できます。はい、なるほど。ああ、こういうことか。あ、あなたに、うん、さっき言ってたやつだ。これはなんかアジンシュガみたいなやつ。うんうん。と、ナンマカも言ってたね。言ってた。あの大聖堂があって、魔王に倒されちゃったやつだ、はい。なんか怖い。え、魔王、あ、ここ東なんだ。行けないやん、行けない。まだ行けないですね。あ、どっち選ぶかで、ね、これ変わるのね。あ、あなたみか、いや、まあ、確かに大聖堂だったとこだ。いや、あなたみも気になるけども、やっぱこっちかな。なんか徒歩9時間東方9時間待って待って待って、ガチじゃん。遠い、10時間。いや、あ、こっちの方が近い。マジ？お金もかからないじゃん。800、まああるから使いますか。うん、はい。お、かわいい。え、早っ。あ、待って、このままいけるじゃん。あ、ほんとだ。なるほど、ね、道を伝っていってくださいから。一応中身だけ見とくか。廃墟レモイナ、戦争によって廃墟とかした、かつて魔女が住んでいた、気になりますね。あ、ジューソン遠いところ。あ、東じゃん。
これ気になるな。とりあえず難波か入ります。まあ、5日間あるから。さて坊ちゃん、難波が一緒に来てるね。着きましたぞ。そういえば歩けるのでもどう行けるのかな。必要ですかの、ね、あ、じゃあちょっと聞きます。よろしく。難波川は交通の要所、そしてマーナー教会の町ですな。ああ、ここ栄えてるとこっぽいね。マーナー教会のサラというシスターがいなければ先の戦は負けたでしょうな。探せって言ってるね。何しろ彼女一人で森人やあなた民を説得し、あなた民っていうの、参戦させたのですからね。あなた民ね、トーマスのおかげで知った。あなた民っていうのこの機会に会っておかれてはいかがですかな。ダメだよ、なかなかの美人だそうですぞ。なんか下心おじさんすごいのよ。僕には彼女がいるんだ。でももしかしたらそのサラが彼女かもしれないんだね。分かんないか、分かんないか。確かにね。でもそういう類のさ、あの誘惑かもしれない。あ、勇者様とか言ってさ、君かとか言ってさ、本当は違うみたいな。いやだ。何これ。あ、ねえ、これなんか豪快な、こうやって噂回ってるんだねってかね。モモゲロウッタ、エウイッチ様がなんだ、5日間限りの奇跡の復活。イッチ様は慰問と視察のため各地を政府的に来訪するとのこと。臣民は英雄に礼を尽くし迎えることを希望するとエドワード王は談話発表された。ありがとうエドワード王。あ、なにこれ。え、サラじゃん。サラぽいぽいぽい。サラでかくでしょ。サラの感想。勇者様、あ、美人だね。初めましてだから違ったね。ほんとだ。サラと申します。できる女。あなたのおかげで魔王の脅威は去りました。ですが今も未来に希望を持てない人が大勢います。こんな不安な時だからこそ心に安らぎを与える大聖堂の再建が急務だと私は思います。不しつけなお願いですが勇者様のお力をお貸しいただけませんか。お力ってあのお金ですかねそう、お金じゃないですかね。あー、そういうことね。こういうので変わっていくのね。でもね、5日間ね、ちょっとねかわいそうだからね、引き受けたいと思います。勇者です。なんとかしよう。うん、かっこいい。神様、悪い人には思えないよな。だってサラが頑張ってくれたんでしょ。大聖堂を立て直すためには24万円の資金が必要です。決めついな。それからもう一つ。もう一つ。1個って言ったよねさっき。一緒のお願いは1個だよ。戦時中に行方不明になったご神体瑠璃の御柱を探し出さねばなりません。ねえ、勇者様ならきっと何とかしてくださる。ねえ、やだ。そう、私は信じております。心に訴えかけてくる。知ってる。私は勇者が5日しかないって。でもまあまあ、でもサラはね、頑張ってくれた。でも今のでいいんだよね、引き受けたんだよね。そこの子だけ聞いて。王様、王様イガシャームにどこがないんだって。え、何よこの選択肢急に。え、何急に。怖っ。知らなかった。え、ああこうやって教えてくれるのね。え、じゃあ今ちょっとハイで行ってみようかな。あ、あーそういうね、いたらしくるんだ。なるほど。ちょっと今の聞いちゃうとちょっと王様って思うからちょっと東の方目指したい。これかな、東。これ行きたいかな。徒歩12時間。結構広い国なんですね。馬車で行くと5時間。じゃあこれ馬車で行きましょうか。ジーヤもいるしな。かわいいの。え、ハロードについては天使メモ参照してください。天使メモっていうのがあるのか。え、歩いたらもっと大変だったよ。そっか。え、早くね。嘘でしょ。あ、まだ月曜日じゃん。でも夕方になったからね。さっき朝の7時とかだった。さて坊ちゃん、トゥーソンの町に着きましたぞ。ここの状況はご存知ですかな。トゥーソンって東村って書いてトゥーソンだ。なるほど。すごい。すごい。ああ頼む。うん、頼む。この辺りは戦火が最も激しかった場所ですな。魔王軍を食い止めるためにこの町の男たちは勇敢に戦い、その多くが死にました。生き残った者は家族も家も失い悲嘆に暮れております。なんとかしてやりたいものです。なんかキャラはさ似てんだよな、みんな。あーね。あ、我々がノタレ人でもせせら笑うだけでしょうな。
何？あ、宿？こういうのあるのね。宿で休まなきゃだ。あ、なるほど。でも6時間もかかるの、休息に。マジ？あ、そういうこと。あ、時間はそういうことか。そうやって知らせるんだね。なるほど。めっちゃ時間かかるよとか言ってたけど、そういうことね。なるほど。しょうがない。まだ月曜だから。そうだね。元気だった？オッケー。え？何？このさっきからこの何？このエフェクト何？怖い。女の子。マジ？うん、そうか。だから喧嘩してたのね、森の。待って、私は見つけてしまった。ウォンテッドってあるぞ、後ろに。本当だ。少し切らせてたんだけど、森人っていうのもなんか悪いことしてんだな。ほら、ウォンテッドってあるもん。ビビかな。あー。なんか可愛いけどあの人の目みたいな、ね、あビビっぽいんですけど、え何これ、ちょっとダンスしてみよう、怪しい。ビビでしょ、どんな格好してるんや。違った誰。君の顔どこかで見たわね。指名手配の犯人、それとも、あ、最近生き返った英雄の人、名前は勇者くんだっけ。まあどうだっていいけどね、こんなところに来るくらいだから、どうせ暇でしょ。うちの仕事手伝わせてあげようか。ちょっと関西弁みたいな。この辺の汚れた水や空気を広めて、人々に希望を渡り渡すの。なんか悪い人みたいな。どう？最高でしょ？いやどうしよっかな。やるか。任せてくれ。お金あるから。じゃあ、この世界の万物の源、炎と水と風の風を一つずつ大至急探してきて。石ころ3つ拾ってくるだけで君の伝説がまた増えるんだから、うちに感謝してちょうだい。そういえばさ、君時間がないんでしょ。ほら、とっとと行きなさいよ。ドエスか。ドエスだった。まあでも普通にあの生活しながらというか5日間の間で見つけていけばいいのね。さっきの人か。メリーヤン。この人がでも結構いろいろしたんだね。うーん、森がない。魔女もお手上げなの。魔女、さっき魔女ってあったな。なるほどね。まあ生きるようになったのは魔王白跡。うーん、あー気になるな、気になるな。私人助けしたい。おこれ行こう。お、あ1時間で行ける。いいでも徒歩しかダメだった。まあまあ1時間ならいい。 OK、 はい。ちょっと面白い。ここが森人の姿か。迷いの森ですぞ。あ、めっちゃ。この地は風の属性が強いですな。ああ頼む。魔王が現れる以前は人間が森の奥に入れるよう結界が施されておりました。その名残でしょうな。この森の中は地図に書けない不思議な道ばかりですよ。確か以前に来た時は森人の里にたどり着くのに丸2日かかりましたけど、5日しかないって言ってんのよ。森人いる、なんか聖なるみたいな。あ、なんかもらった。え、あ、何さ、疲れてるってこと？これあれか、心臓か。ああ、じゃあ何、走っちゃいけないとかあんのかな。獣道、なんかすごい戦ってんのかねこれ。あ、あ、よっ、え、狭っ。ここで入るしかないんだ。あ、でも今ハテナマークあったよ。そうだね。え、気配を感じる。森の入り口レイ。え、え、待って、怖い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 。おい、なんだよこれ。なんか始まった。何これ、何これ、もう嘘じゃん。ジニア大丈夫かな。まあ、攻撃だよな。おー、あいや、ウィーン。大ボーラ強っ。若干安っ。千人安い。もうこういうので疲れちゃうんだろうな。あ、なんかゲット。うん、なんかすごそうね。ほら、お、
行けるやん。ねえ、よかった、2日かかんなくてよかった。さて、森人の里に着きましたぞ。リュウさん、リュウさんに会うのが楽しみですな。なんだっけ、リュウって仲間いたっけ。あ、そうや、女の子。そうかな、あれリュウいたね。強い人はゾロだったよね、名前。確かに、うん。ああ、頼む。思えば、ほとんど人間と交流がなかった森人たちがよく参戦してくれたもんですな。特にリュウさんの弓には坊ちゃんもわしも何度命を救われたことか。彼女がいなければわしらは魔王城に近づくことすらできなかったでしょうな。凡人じゃん。あ、いた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 、本当だ、リュウさん。これ見よう。さっきのかーい、だから広まるよ、ね、こういうね、回覧板みたいなのがあるんですで、森人のところでさえ貼られるんだよ。貼りに来てる人がいる。この子も多分1年間鼻つけなきゃいけない。本当ですね。そういうルールです。貴様が生き返ったとの噂は、めっちゃ貴様とか言って本当だったよ。でも好きだよ、こういうの。また会えて嬉しいぞ。ちょっと石気がある子ね。思い出話をしに来たわけではあるまい。トゥーソンの人間に頼まれてきたのか。トゥーソンってなんだっけ。ああ、東か、うん、そうね、はい。マーナ、森の木は我ら森人には命を持ち、あー、そっか、切らせるわけにはいかぬ。それより勇者よ、貴様に頼みたいことがある。また取り返しがつかぬことになる前に、ただ、ね、この森の結界を復活させたい。森に結界を作るアイテムを貴様と突撃した折だろう、魔王城で落としたい。あらあらあら、うん、私は今ここを離れられない。私の風のオーブみんな探してる。風のオーブを探してきてはもらえにか。誰に風のオーブをあげるか。なるほどね。はい、承知した。片付けない。人たらしだから。人間はみんな、うん、全部、OK、貴様のようなやつばかりなら結界など無用であろうにな。ああ、なるほどね。似た子がいる。理由があるのね。はい。いや、あんまなかったな、まあ、ありそうなのにね、オーブ1時間かかる。いや、はい、あ、こっからね、はいはいはい。もう火曜日のね、朝6時だから。ここか、魔女ね、魔女か。もうテューソン行ったから、鉱山で問題を解決するか。いや、でも魔女気になる。私魔女行きたいです。時間痛いけども行こう。しかも徒歩でしか行けないんだ、ね、G や頑張ろうな。あ、疲労してる、疲労してる、やばい、本当だ。もう何が心配で、 G やや。そうだ、 G やの方が疲れてた。うわ、怖い。ここがレモイナの町ですぞ。え、人間といっても人間は住んでおりませんがね。おりませんかね。ああ、頼む。ここレモイナは以前は王都グランダムに次ぐ大きな町でしたですが、魔物どもは侵攻し、今ではこの有様、まったく魔王も無茶をしおる。そうそう、このレモイナにはかつて魔女が住んでいたと、そんな伝承もありましたな。なるほど。ああ、え、待って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 、え、何、なんかピンク色のやつだった。なんでこんな街にアイドルがいるの。あっ、ビビだ。おい、危ねえ。ビビは気をつけろって聞いてたから。ささやかな夢を叶えるために国中を旅する謎の美少女。自分で言うな。それが僕、僕ビビちゃんです。萌え系は本当に上手いね。あー、気をつけろって言ってたな。珍しいアイテムを手に入れたところなのですよ。まあ、でもたまにね、こういいの持ってたりするから、ね、見るだけでもどうですか。あんま見るだけでもし聞いたものがあるの。そうそう、ありそう、ありそう。奪い取る。そんな、まあ一回取引してみよう。うん。あららら、ベール。なんかあんまり釣りだ、釣りだあってもいいけどね。攻撃力はめっちゃ減るけどね。そうだ、装備したら、一回装備したら攻撃力マイナス957。え、やば、ないんかよ。マイダーリンコちゃん、かわいい。
あ、行っちゃった。うん、あ、たまに出会えたね、こうやって。だって、うんうんうん、行こうか、しか行けないじゃん、なんかもうやばいよ、過労だもん、でも徒歩0時間だった、でも、あ、ほんとだ、近っ、やばい、ここが魔王城跡、よろしく。それにしても坊ちゃんが命がけで魔王の元から救い出そうとした女性、坊ちゃんやわしばかりでなく誰も覚えていないのはどういうわけでしょうな。誰もそも覚えてない。まるで、いや、でもそれは、そんな女性はこの世に最初からいなかったみたいですね。確かに竜も知らなかったね。え、主義だな、魔王は。こいつも生きてたわ。うわ、しかもなんかお月の銃みたいなのいるわ。いや、めっちゃあるんですけど、向こう日本無理ですね、これ無理だ。逃げ出したい。そこだ。終わった。死ぬー。死んだ。やだ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 ね。やだ。絶滅しました。でもワールドマップ戻るんだっけ。でしかも回復するんだよね。そのあと6時間休息を。本当だ。時間がめっちゃかかる。あ、よかった、こっちは行ける。なんでだろう。で、迷いの森行ったから、ここもあるのか。ここか、ここかなんだよね。でも気になってんだよな、上の。何番か行くわ。やばい、体力が使います。衰弱しとるんだが。早くない？抜き筆が思い出せなくなった。宿屋行こうかな。そうだね。何まかみないかな。ありそう。ある、絶対ある気がする。平和な街じゃないと。あー、宿屋来た。しょ。はい。おやすみです。やばい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 、木曜日になっちゃった。何いいのかい。勇者様のお姿を。もうこれ、ああ、あの寄付とかできるんだ。そうだそうだ。ご神体はね持ってないから、ね、これ寄付するか。
いくら寄付していただけますか。こわ1ぐらいあげようか。あ、そうだね、1あげちゃってもよかった。これぐらいだったらよろしいですね。これありがとうございます。大聖堂の再建に必要な資金は、あとはすごい勇者様だけが頼りです。怖いな、うさんくさい。で、書き入り、ここ行きたいな、まだ行ってないから。なんかすごい闇深そうだね、ここも。はい、初めてのところ怖。ここが青き入り江ですぞ。ま、怖いね。そうだな、見ての通り周りは水、他の特徴といい、奥には嵐で吹き寄せられた難波船が山のようにあるとの。あー、宝探し、いいですね。怖いな。おお、命の泉行きたい。こう、そうだ、そしたら下通らなきゃいけないよね。これ行ってもいいけど、ちょっとなんかあれいるんだよな、絶対モンスターみたいな。いるやん。あ、でも行けないや、これ行けないわ。あ、本当だ、上にも登れんのか。あれ行くしかないんですね。こう変な音する。わあ、どうしよう。これ壁際行ってみる。崖際か。え、怖い。うん、おれい。強い。息臭そうだ。え、うん、ジーヤどうしたの。え、急に突然の G やると。負傷。脱出。あ、いいかもね。こんなに使っちゃったよ。え、そう。なるほどね、こういう時に脱出がある。逃げた。え、やだ、ここめっちゃ怖いわ。どうしよう。やだ、待って、無理。おいおいおい、やだ、もうやだ。あれ、消えないんだね。逃げた。あ、死んだ。ジーヤだけ残ってる。ちょっと待って、ジーヤ無理よ、やめよう。ジーヤもうやめよう。でももう乗ってる人死んじゃうから。ジーヤ、ちょっと待って、強気。こんな危険なとこだったん。怖。でも体力落ちてるからかな。あ、それもあるのかもね。ちょっと待って、これは難しいな。なんか行く前になんかヒントがあったりするんかな。2回死んだよ。え、なんかすぐ死にそうなんだけど。あ、もう呪文全然使えないよ。どうしよう。待って、もう安全な地帯にいたい。ここ行く。ここ、うん、かな。行きますか。でもね、もう金曜日なんだ。本当だ、しかも10時間かかるの。でもちょっとやっぱり見たことないものは見たい。死ぬ前にできるだけ多くの人に会いたい。あ、なるほど。死ぬ前に変えました。もう分かんない、鉱山にいるかもしれない女の子。確かに、まあ、どこにいるか分かんないから。待って、でも疲労なんだけど。あれ、え、早っ。あ、もうこれ移動だけでってこと。ここがあなたみ鉱山。我が国のめぼしい鉱物資源はここに集中。よろしく。この坑道に住んでいるのはあなたみと呼ばれるアジン種です。電柱は一生のうちの大半をこの穴の中で過ごすそうですぞ。あなたみは女でも坊ちゃんより体が大きく力も強い。やばい。おまけにこの物質にもたけている。怖い。だが性格は穏やか。世の中なかなかうまくできておるもんですな。あ、じゃあ仲良くしとけば良さそうなのか。着きましたぞ。坊ちゃんがここに来るのは初めてでしたかな。集めてたんだね。そうだな、鉱石の採掘と加工に関しちゃあなたみにはかないませんな。特にその武器は素晴らしい。
中でも坊ちゃんが魔王を撃つのに使ったアルテマはあなた身の最高傑作でしたな。こんな地の底で暮らすモグラみたいな連中ですが、いい、ね、学ぶべきものは多いですよ。ジヤは性格が良すぎ、すごい。ジヤ尊敬する。結構情報ね、喋ったかな。ブラッティ、すごい、王様に申し訳ないこと。歩き回ってんだ。怖いけど、え、怖いね。やだー、いそうやん、めっちゃ。みんなブラッディの話してる。聞かないんだって。ああ、もうこれはね、戦わなきゃいけなそうだけど。出た。ここにも貼られた。出た、噂。これ、やだや。は、あ、あ、ビビ。ちょっとまた買おうかな、なんか。ビビ。またはいつの間にやら心の妹。そんなことはない。そしてニコニコ現金杯。旅の商人ビビちゃんでーす。でもなんかお客さん、悪いやつじゃなさそう。本当に運がいいね。この機会にお手持ちの品々の価値を確かめて。ケース何これ。あ、そういうことか。これいるやん。おお、あ、いいじゃん。これめっちゃ欲しいじゃん。20。なるほどね。1個しかないんだ。そういうことだったんかこれ。なるほどな。これめっちゃ欲しいやん。消えた。消えるんだよねこの子。本当だ。マジか、そういうことか。じゃあ敵いるって思ったら飲めばいいんだ。あー、炎のオーブなんだ。え、欲しい。あ、ルギのおみ、み柱。あ、あれか。あの、あ、女の人が欲しいって言ってたやつ。でもあの人か、金も欲しいって言ってた。でもあの人ゲメツインよな。おさの家。おー、言ってくれてる。おさの家に行きたくなって。あら、なんかムキムキなんだけど。ムキムキなの。シックスパック。え、何これ。どんな。ナオミ。ナオミ。名前。おみや。誰かと思えば、あんた確か魔王を倒した勇者殿だよね。こりゃちょうどいいや。あんたに頼みたいことがあるんだよ。でもね、もうね、あと1日しかないから多分無理だよ。実はここの行動に。ああ、無理無理。ブラッティってもういっぱい聞いてきたから。そいつをあんたに始末してほしいんだ。だけどそれが面倒なら今の感じだとジニアに頼んだ方がいいよ。まだナイアガラを一本都合してくれないかい。そしたら私がやるからさ。なんかナイアガラってなかったどっかに。それなりの礼はするよ。おりゅ、はい、はいはいでいいのか。任せてくれ。さすがは勇者殿だね。オンに行けるよ。おそらくブラッティも私らと同じで炎に強い分水にはカラキシのはずだよ。それとブラッティは校内のあちこちに現れるか、うわ、こいつめっちゃ歩くやん。うん、石ころ食べてなんか家にあるって言ってたな。ねえ、オサの家みたいな。えめっちゃ奥まで来ちゃった。やばいやばい、音が変わった。ああ、来た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 。こんなとこに行けるんだ。なるほどね。家はどこ。家縦穴。え、家。でもあの行動にブラッディがいるんだよね。うんうん。あ、もう行かない。あ、行動ここやん。怖っ。ああ、ほんとだ。大行動とか縦穴側面とか、まあいると思ったらやばい。死んだかもしれん。あーらまあ、夜明けとともにだったんだ。私一日かと思った。あ、そう。
さあ皆さん、多分これ終わってしまいましたね。ちょっとこの後、私のこの5日間で何が変わったのかっていうのが多分分かりますね。それでは見ていきましょう。土曜の夜明けとともにイッチーは意識を失い、静かに息を引き取った。それから5日間、英雄の死を痛むように世の闇が国中を包んだ。あ、ずっと昼だったからね。そして次の土曜、グランダムの王宮でイッチーの葬儀がしめやかに行われた。え、誰もいないの？こっち行こう。浮いてる浮いてる浮いてる。あ、見れるのか。その様子をイッチーは天使ユリと共に眺めていた。おお、天からね。誰も来ないとかやだよ。あ、結構、いやそうでもねえな。すごい平べったいね。平べったいね。人たちなんかもっと来んじゃないの、こんな英雄のさ。ねえ、そうです。あ、やっぱね、王様はね、来るよね。自らの命を顧みず魔王を討ち、国を救った若き勇者に心から感謝と哀悼の意を捧げよう。勇者よ、ありがとう。安らかに眠ってくれ。あ、あ、そうだよ、まあこの子は来るでしょうね。勇者よ、貴様も所詮人間であったか。しょうがない、信じた私が愚かだった。え、そういう、あ、裏切った気になっちゃったの。あ、そういうこと。あ、裏切ったからってことね。だってしゃあないやないの。我が森人は滅びるであろう。そんなことない。え、ひどいな、この子も。地獄で待っているがいい。いや無理だった。一応来るんだね、そういう。うちの言うことを信じて、君が依頼を引く。結果的には失敗したけど。君、あ、よかったよかった。この子いい子。どうせ世の中も人生も理不尽で矛盾だらけでままならないわよ。それが普通。うん、でもうちは君を見習って最後まで悪あがきするから。いいやつ。空の上から見てるよね。すごいいい子だった。ジー。強かった。ジーが最後まで一番強かったよ。わざと何もしなかった。坊ちゃんのお気持ち。そんなことない。わしには痛いほど分かりますぞ。いやいや、頑張ったんだけどね。坊ちゃんは英雄にしては優しすぎたのやもしれませんな。全部オッケーオッケーしてもダメだったかな。そういうことか。あ、姫。姫、王女だっけ？姫すごい。勇者様が生きられるなら。私は喜んでこの身を捧げたでしょう。だけどそれが叶わぬなら、私にできることは一つです。何？私は女王としてあなたが救ってくれた国を立派に守ってみせます。それがあなたに対する私の愛の証です。この子、この子じゃないよね。この子じゃないよね。さようなら勇者様。誰だったの、彼女は。ねえ、いや、ってかこれしか来ないの。え、もうちょっといたやろ。いたね、あのお金、お金。炎の人は涙しそう。少な少な。え、だいたい行かなきゃいけない感じで来た人や。あー、少ないな。思ったより少なかった。だって勇者だべ。ちょっと来てほしかったよね、もうちょっと、ね、一回国救ってるのにね。みんなすぐもう忘れてしまうんだね。なんか現実を見ました。何もできなかったらしい、私は。ということで、私の5日間はこんな風に終わりました。ちょっと一回押していいですか。あ、来た。何これ、その次も見れるの？半年後、アジン種の反乱が各地で続発。マーナ教会の信徒も加わり、戦火は見る間に、国中に飛びしていった。だがこれを王族は武力により鎮圧。だが国力は目に見えて衰退した。他国の侵略を受けたロビリア国が滅びたのはイッチーの死から12年後と伝えられる。滅びたん、あの国。やばい。王様、バッドエンドやん。はい、というわけで終わりました。あっけないの。お疲れ様でした。なんかすごい、まだあるんだ。
すべての人を幸せにするなんて神様にもきっと無理ですよ。だからがっかりしないで。ところで勇者様、愛する人は見つかりましたか？君？違う、待って、それだったらちょっと鳥肌立つ。どうするどうするどうする、見つかりましたか？いいえだよ、まあ、ないよね。いや、ではあと一度だけ、あら、あなたにチャンスを差し上げましょう。次はうまくいくといいですね。意味深。いや、なんかすごいゲームとしてめっちゃできたゲームだったんです。すごかったな。ストーリーが結構濃密で、なんか自分がやることによって多分結果が変わっていくから、うん、もう一回やったらどうなるんだろうね。はい、というわけで勇者シスアゲインをプレイしてみました。それではまた明日の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。今日もいじなる TV を見てくれてありがとう。チャンネル登録や高評価、コメントもよろしくね。 Twitter や Instagram もやってるのでぜひフォローしてね。それじゃあ次回までごきげんよう。